皆さんこんにちは。今年も確定申告の季節となりました。 WebTV 阿蘇ではこれまでも確定申告の番組をお届けしてきましたが、今回は平成30年分の確定申告について詳しくお伝えします。教えてくださるのは阿蘇税務署の古賀正隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず今年の日程から教えてください。はい、所得税及び復興特別所得税の申告と納付の期限は2月18日月曜日から3月15日金曜日まで、贈与税の申告と納付の期限は2月1日金曜日から3月15日金曜日まで、また個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納付の期限は4月1日月曜日までです。ではここで昨年までと同じ内容の項目をおさらいしてみましょう。こちらです。所得税の確定申告は個人で商売などの事業や農業をされている方、土地や建物などの不動産を貸していて地代や家賃収入のある方、土地や建物などの不動産や株をお売りになられた方などは確定申告の必要になる場合があります。また会社員などのサラリーマンの方でも給与の収入金額が年間2000万円を超える方、給与以外の所得が20万円を超える方、給与を2箇所以上からもらっている方などは確定申告が必要となります。他にも公的年金受給者の申告不要制度や住宅ローン利用者や医療費控除などの還付申告についても詳しく教えていただきました。詳しくは平成29年版の番組をご覧ください。では古賀さん、今年の確定申告のポイントはどんなところでしょうか。はい、平成30年分の確定申告のポイントはこちらになります。 e-tax がさらに便利、マイナンバーの記載が必要です。ではまず e-tax が便利ということですが、こちらについては以前番組でもご紹介していますよね。はい、e-tax の利用は年々増えてきているんですか。はい、e-tax とは電子申告のことになりますが、件数は年々増えています。個人の申告ではおよそ5割、そして法人ではおよそ8割が e-tax を利用しています。今後資本金が1億円を超える大法人は e-tax が義務化されることもあり、今後も e-tax の利用が増えると思われます。また e-tax のメリットとして24時間いつでも自宅から申告できることや、書類の提出や提示を省略することができること、また還付申告の場合還付金の振り込みが早いなどがあります。そして今年はその e-tax がさらに便利になったというのはどんなところなんでしょうか。はい、今年から e-tax での送信方式が追加されました。一つ目はマイナンバーカード方式といいまして、マイナンバーカードと IC カードリーダーライターを利用して利用者識別番号とパスワードを使わずに送信する方式です。二つ目は暫定的ではありますが ID パスワード方式といいまして、マイナンバーカードと IC カードリーダーライターがなくても ID とパスワードがあれば自宅のパソコンから送信できる方式です。ただし ID とパスワードを発行するために税務署で職員と対面による本人確認を行う必要がありますので、利用を希望される方は本人確認書類をお持ちの上で税務署にお越しください。 e-tax の操作方法がわからない場合は国税庁 e-tax 作成コーナーヘルプデスクで受け付けていますので、そちらにご相談ください。電話番号は 0570-01-5901 です。続いてのポイントがマイナンバーカードが必要ということですが、これはどういうことですか。昨年から確定申告書にはマイナンバーの記載が必要であり、そのマイナンバーを記載した確定申告書を税務署へ提出する際には申告されるご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。昨年の確定申告の窓口ではマイナンバーカードをお持ちでない方の個人番号確認をするための書類が足りなかったということが多かったので、今一度必要書類などを確認して窓口にお越しください。ただし
e-tax で利用される場合は電子証明書を利用していますので、本人確認書類の提示または写しの添付は必要ありません。今年の確定申告書のポイントについて教えていただきましたが、申告書の作成、これがですね結構難しいんですが、これについてはどうしたらいいですか？はい、申告書の作成には国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーがおすすめです。確定申告書等作成コーナーのトップ画面から案内に従って作成を進め、出てきた表に金額等を入力すれば税額などが自動で計算され申告書が作成できます。確定申告期間中は税務署や申告会場には相談者が多数来場され大変混雑しますので、待ち時間が長くなる場合がございます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば税務署や市役所に行く手間がかかりませんし、24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータも保存することができますので大変便利です。また今年から年末調整済みの給与所得者で医療費控除またはふるさと納税などの寄付金控除を適用して申告される方に限られますが、お持ちのスマートフォンでも申告書を提出することができます。作成した申告書は印刷して郵送で提出することもできますし、 e-tax を利用することもできます。確定申告をすることで、それぞれの納税額または還付金の金額が決まるわけですね。そうです、納税になった場合は安全で便利な口座振替をぜひご利用ください。口座振替の利用を希望される方は口座振替依頼書を税務署に提出していただく必要があります。登録に時間を要しますので、確定申告期限までにお早めに提出をお願いします。口座振替日については所得税及び復興特別所得税が4月22日月曜日、個人事業者の消費税及び地方消費税が4月24日水曜日となりますので、期日が近づきましたら預金残高の確認をお願いします。また他の納税方法としてダイレクト納付やクレジット納付があります。では最後になりますが、確定申告について何かわからないことがあるときは相談できるところはありますか？はい、確定申告期間中は確定申告電話相談センターが開設されます。確定申告電話相談センターの利用方法は阿蘇税務署の代表番号に電話していただき、自動音声案内の後0を選択していただくと、所得税、消費税、贈与税の確定申告や熊本地震など自然災害に関する雑損控除などのご質問にお答えします。またその他の税金に関するご質問をされる方は自動音声案内の後1を選択していただくと熊本国税局電話相談センターでお答えしますので、ぜひ確定申告電話相談センターや熊本国税局電話相談センターのご利用をお願いします。また阿蘇税務署での申告相談は2月18日からで、受付時間は平日午前9時から午後4時までとなります。申告期限間近になりますと大変混雑しますので、お早めにお越しください。なお平日お仕事等で来所できない場合は2月24日日曜日と3月3日日曜日に限って熊本市東区の日の国ハイツで相談を行っておりますのでご利用ください。阿蘇税務署の電話番号は 0967-22-0551 になります。そして阿蘇市の住民税及び国民健康保険税などの申告受付については、浪野支所、内野牧支所、市役所本庁の3カ所で行われます。混雑を防ぐため、それぞれの日程で対象となる行政区に分かれています。指定日にお越しいただくことが難しい場合は最寄りの日の午後にお越しいただきますようよろしくお願いします。詳しくは広報阿蘇2月号をご覧ください。申告期限間近になると大変混雑するということですので、皆さんも早めに申告を行いましょう。今回は平成30年分の確定申告について阿蘇税務署の古賀さんに教えていただきました。古賀さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。